も皆さん、明けましておめでとうございます。御殿場の市議会議員の高木正文です。9年中は皆さんの大きなご支援によりまして、私も1年間元気に活動することができました。本当にありがとうございました。ここ御殿場市にとりましても、今後ろに見えてます富士山、この富士山の世界文化遺産登録、これは非常に大きな昨年の一つのエピソードでした。しかし私はそれ以上に、昨年大きな、そして暮らしに最も密接した問題で大きかったのは、安倍内閣の大暴走と参議院選挙での日本共産党の大きな躍進ではなかったかと思っています。これは国政だけではなく、地方政治の場でも大きな影響力を持っております。実は私も昨年12月のあの秘密保護法の強行採決、この反対集会に国会まで馳せ参じました。その中で本当に久しぶりに実感しましたのは、次から次へと地下鉄を降りて、その集会に参加する皆さんが続々と集まってくる、本当に久々に血湧き肉を踊る、そんな実感を思いました。この国民の大きな力で、この憲法違反の大悪法を何としても廃案に追い込むため、今年1年頑張っていきたいと思っております。そしてもう一つ、後ろに見えております富士山の世界文化遺産登録、これも実際は地域にある芸術や文化、これも含めた富士山全体の保護保全が問われているわけです。ところが富士山の麓では文化や芸術とはまさに対極、環境破壊の大先兵であります軍事演習が相変わらず行われている、大変大きな矛盾を抱えております。皆さんが大きな不安を持っておりますコスプレイの問題も、いよいよ日本全国で既成事実を積み上げながら、今度は本州での本格的な演習が行われようとしております。この御殿場ではキャンプ富士への配備があるのか、そして訓練や運用はどのようにされているのか、依然謎のままです。住民が大きな不安を抱えております。この問題は住民の皆さんと力を合わせて、何としても議会の内外でオスプレイ依頼、そして運用反対、この運動を広げていきたいと思っております。皆さん、今安倍政権は次から次へと大暴走を繰り広げています。TPP の推進はもちろん、秘密保護法、さらに集団的自衛権の行使の容認など、とどまるところを知りません。こうした悪性の問題は、消費税もそうですけれども、次から次へと住民生活に影響を及ぼしてきます。国の政治が住民に冷たいときほど、その防波堤としての地方自治体の役割、これはますます大きくなってまいります。住民の命と暮らしを守る防波堤としての地方自治体、これが本来の使命を発揮することができるよう、私も住民の皆さんと力を合わせて、今年1年全力で頑張っていきたいと思います。どうぞこれからも日本共産党、そして御殿場市議会の共産党の活動に大きな皆さんのご支援をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。